こんにちは、日本改革党くつざわです。郁夫様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠にありがとうございます。政治活動資金と、河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。メール登院さん登録もよろしくお願いいたします。自民党総裁選管理委員会、選管ですね、高市さんへの追加ペナルティはなしと発表。郵送禁止ルールができた9月4日以前の8月1日に発送していたことが証明できました。ネットで騒いだ甲斐がありました。これツイッターその他でうちにはこんなの送られてきたけど、9月に入ってから9月10日に届いたけどみたいな、現物の画像、バンバカバンバカ出てましたもんね。ネットの世論と一般世論もう今違わないと思うんですけど、どうでしょうね。ネットの世論は別って、河野太郎がさ、ネトウヨが騒いでるだけみたいなことを言ってて、それ違うからな、ネトウヨっていう人種がいてですね、あたかも、それ違うから、一般日本人だから。世論です。後出しルールで高い市潰しがバレたのでなかったことにして逃亡、むしろ逆効果だったのでは、いろいろ突っ込まれたからなしってとことん終わってんなと。イエイパヨども見てるダッサ、こうなること予想できなかったのかね。しかし失策だったな。反高市界隈はこのせいで逆に高市支持が増えるかもしれんぞ。こんなくだらないことじゃなくて政策で勝負してよ。こんなね、足の引っ張り合いじゃなくてってことですか。進次郎の5万円ちょうだいは不問か。どうにかして潰そうとしたら不都合な真実が出てきたでござると。騒いだ結果ルールできる前じゃん、他のやつらもやってるしっていうのが証明されてですね、なしなし、この話はもうなしとか、自民党執行部大恥もいいとこですね、赤っ恥生き恥。これで高市さんにペナルティだったら石破も河野も茂木も小泉もペナルティだしね。茂木は送ったことを忘れてるかもしれないですけれども、まるで自分は送ってないみたいな顔してますけれども、テレビで騒がれたのに右往左往して、事実関係を確認せずですね、さらなる対応が必要、キリッとか言っちゃった岸田バカみたいいやバカなんですけど、そういえばテレビで騒いだのに右往左往して派閥解体ってやっちゃって、で麻生さんが嫌だよって言うこと聞かなくて麻生派だけが今残ってるっていうのも事件もありましたね。とにかくテレビしか、テレビの中の世界が全てなんで、岸田はテレビで騒がれると右往左往してしまうという、そういう癖ありますね。高市さんしか送ってない、嘘ついた平将明はそれ一生言われるし、高市潰し側のダメージ大きいんじゃないですかね、これ。自民党はもう高市さん攻撃しない方がええよ。もう我々は自民党全体よりも高市さん一人を信用してんだからさ。普段つけてない石破茂ブルーリボンバッジをつけ出す、戦隊から進言があった、言われなきゃつけなかったってことをバラしてしまいました。言葉のセンスなさすぎですねこの人も。ブルーリボンをつけずに総裁選出馬記者会見に臨んだのは石破と河野2人だけだったそうであります。世論です。やってる缶バッジ、言われたからパフォーマンス、つまりポーズってことで、こういうのマジ嫌い、こういうやつは信用できない、選挙の時だけすり寄ってて印象最悪、選挙のために作るとか汚ねえ男だな。じゃあ今まで何だったの。進言されないとつけないぐらいのスタンス、まず拉致とは何かねっとりなあ。野党転落した時に自民党に後ろ綱かけて出てった石破の党内評価は裏切り者安倍総理の悪口ばっか言ってた頃は後ろから打つ男、言われたからつけた言っちゃうところはただのバカですねこれね。選挙の時だけなんか変わる候補って最悪だよね。そういうところも嫌われる、他に嫌われるところはたくさんたくさんあるんですけれども、非常に愚かなところであるとか、全然何も答えねえところであるとか、話長いばっかで、9月19日茂木幹事長、ルールを守れない人に政治はできない。高市さんを非難、郵送禁止ルールが9
9月4日に決まったのに、9月10日の化身で総裁選よろしくって封書を送った自分のことですかね。それとも自分で送ったの忘れてるのかな。世論です。自己紹介かよ、お前が言うなとしか、どの口言ってんの、何言ってんだこいつ。認知症が進んだか、ルール守れない茂木は、政治はできない、自分のしたこと忘れちゃってるのと。茂木の封書は9月11日に届いたそうです。自分は良くて高市さんはダメというダブルスタンダード、厚顔無恥にもそんなことをほざいてんだか、秘書が勝手に送ってて未だに送っていること本人が知らなかったのか、送ったことすっかり忘れて認知症なのか、封書早く送れ、おじいちゃん9月に入ってから送ったでしょ、状態なのか。この人を見て、いつも思うのはですね、まあ偉そうだからこの人、ダニング・クルーガー効果っていう、バカほど自己評価が高いってね、法と警察がなかった石器時代、自己評価高く自慢げなマウンティング野郎が生きていけたのは殺されずに周囲からね、だって気に入らないやつは殺してたんだもん、その昔は。2割ぐらいの人類が同じ人類に殺されてた、その頃は、実力が伴っていなくて嫉妬されなかったから、そういうマウンティング野郎は別に放置されておりました。実力あって嫉妬される人は自分の能力隠しますね。実るほど神戸を垂れる稲穂かなと。実力があって食物も女性も人より、入手できてたら、あいつさえいなければ、俺がモテたのにみたいな、警察ない時代だから、とにかく、2割ぐらいが同じ人類によって殺害されていた時代ですから、まあ何されても裁かれないですね。で、結局茂木が偉そうで、していても通ってるのは実力なくて嫉妬されないからじゃないかと私は分析いたします。日本人学校10歳男児が刺殺された事件について、中国共産党、事件は調査中、6月に起きた襲撃事件との関連も調査中、このような案件はいかなる国でも発生する、事件が起きたことについて遺憾と心の痛みを表明する。日本人ばっかり狙われる国なんかどこもないぞ、中国しかないぞ、韓国ですら日本人だからって狙われないぞ、世論です。開き直ってんじゃねえよ、お前らの憎悪教育の結果だろ。日本人を襲って殺せば英雄扱いで銅像立つもんな。日本では中国人殺しても英雄にはなれませんよ。今後も起きるってことです。さっさと家族を帰国させましょう。日本政府が何もしないから駐在員家族に帰国命令出す企業が出てきてるみたいだね。中国に子供連れてくなって、連れてくんなってことかな。自分たちで煽って何言ってんだか、中国から撤退すればいいんだよ、中国は危険な国だぞって、自白、今後も被害が出ると言ってると、日本人だから襲うって、そんな国中国しかねえでしょ、しかも子供、全く利害関係がないですね、無害な子供を害するとどこの国でも大体罪がうんと重いです。だって自分にとって危険な存在じゃないでしょ、子供なんてさ。中共は生活への不満が自分たちに向かわないように必死で全力で、悪いのは日本人って憎悪教育してて、今後もそれをやめる気はないと。まあ近所近くは汚染水がーってなりましたね。日本が汚染水を垂れ流していて魚が食えないみたいな、なので今後も日本人が襲われるだろうってことを言いたい、どこの国でも起こる、中共がこの状況を是正する気は全くない、むしろ推進する、日本人を不満の対象っていうか、はけ口にする、自分らがダメで、人民の生活がダメな不満を、日本企業は本当にね中国でのビジネス諦めて撤退するべきですよ。中国人ですね、日本人社員を送り込んでる企業は社員の命よりも金が大事って白状してるようなもんで、まあそういう企業は全力で糾弾されるべきだよな。パナソニックが在中社員の帰国支援開始、希望者は会社負担で帰国を認めるそうであります。これ会社負担、まあ、いつも会社負担なんだろうとは思いますけれども、今回も会社負担で、本間副社長、
ちょっとあのズレたこと言って、寝ぼけたこと言ってますよ。従業員と家族の安心と安全の確保は中国での事業活動を継続するための基本中の基本。まだ継続すんのかよって、中国での あの事業、まあ、ビジネス自体は諦めてないみたいですね。まあ、寝ぼけてるよな。奥の木市長を支持してた川口の自民議員のようにですね、自分の子供が襲われないと目覚めないんだな。まあお花畑だよな。世論です。やってるか、対策立てないならそうなる。今更感あるが、やらないよりまし。他の企業はボケっとして何を考えているのやら。家族帯同が単身赴任になるだけ。社員はスパイ容疑で逮捕するし、子供は襲うし、命より大事な仕事なんかないぞ。一時帰国なんだ。また中国行くの嫌だろ。日本人の住める土地じゃない。全員戻せよ。もう完全に撤退しろと。日本政府が何もしないから、企業が独自で動くしかないんですよね。外務省がですね、危険レベル上げたら上げたで、じゃあ今まで安全って判断してたのは何だったんだってことで、官僚の誰かが責任取らされるから何もしないんですよね。しょうもない理由だよね。日本企業の中国撤退のきっかけになるといいっすね。嫌ですよ、殺されるもん。中国行きを命じられた社員が断る口実にもなりますね。もう中国で家電作ってる時代じゃないっしょ。通襲事件が起きる前に撤退してこいって。パナソニック副社長も中国でビジネス継続はもう難しいかもしれないぞ。誰も行きたがんないよ。今日の単身です。中国が日本の海産物の全面禁輸を解除。汚染水ガーって騒いでたのは何だったのかと。まあ、難癖そのもので、自分らもこれ難癖だよな、嘘だよな、分かってたんですけどね。未だに汚染水ガーって騒いでる福島瑞穂、はしご外された格好ですね。あと多くのパイオどもが。中国人漁師だけじゃ、需要を満たせない事情でもあんですかね。中共が人民を嘘で洗脳したせいでね、日本の汚染水ガーって、でますます日本人憎悪して、日本人の子供を襲う卑怯卑劣な中国人が出来上がってしまうと。改めて県民の皆様に心から申し訳ない。斉藤元彦兵庫知事の不信任案が兵庫県議会で可決と。全会一致だったみたいですね。全員に信じられないって突きつけられた。知事の取る選択は3つ。辞職、10日で自動失職、議会解散プラス知事と議員の総選挙。ほとんどは辞職選び、今まで解散を選んだ市長は誰一人いないそうであります。どういうことになるのか見てみたいんで、史上初で解散してもらいたいですね。斉藤が再び知事選に立候しても、まあ、勝てそうもないですけどね。20日、ドジャース、マリーズ戦で、マリナーズだな、これ。大谷翔平、うっかりですね、3打席連続ホームランを打ってしまいまして、48本から一気に51本の大リーグ記録、樹立。ワンシーズンに51本、打った人、誰もいなかったっていう、大記録、樹立。盗塁も決めて、まさかの51、一気に達成してしまいました。その他にも、この試合ではですね、6打席6安打、10打点の空前絶後の調子の良さ。10打点はドジャース記録だって。この試合見に行けた人はラッキーでしたね。ラッキーでしたね。安倍、肘町町長、肘町に土葬墓地は必要ない。宗教関係団体に高知、公の土地を売ることは憲法89条違反の可能性があると。まあ、土葬墓地作らせないっていうのが公約で、ぶっちぎりで当選したから、まあ、当然ですね。憲法89条、公金その他の公の財産は宗教上の組織もしくは団体の使用、便益もしくは維持のため、または公の支配に属しない慈善教育もしくは博愛の事業に対し、これを支出し、またはその利用に供してはならない。なんだ、バッチリあるじゃんか。公の財産を宗教組織に利用させないってね。バッチリそのままじゃない。可能性があるじゃなくて、違反そのものですよ。前の町長は、これ知らなかったか、知ってたが、強行しようとしていたか。こんな無理やりを通そうとしてたんだから、さぞかし大金もらってたんでしょうね。さぞかし。
別府イスラム教会、納得できない、知らねえよみんなの、お前らに納得してもらわなくてもいいしね、まあ不満になったら日本から引っ越せばいいですよね、いてくれって言ってるわけでもなんでもないよね、前の町長にあの大金だけ渡して、思い通りにならなくて前の町長はあの逆恨みして、襲ったりなんかするですね、こいつらのあの危険性が知り合ったってとってもいいかと思います、と根性がすごく悪い私は思います、チャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。